love it. It's so good. Oh, wait. さっぱり意味がわからない。フェイリスタンのカードの配置だお。見ればわかるだろ上皇。オカリンたちが疎いだけ。そのことをなんで俺は覚えている。過去変わった。ちょっと待て、誰も覚えているんだな。 It looks like everything's working fine. え、何が？今 D メールを送ったことだ。覚えてるに決まってるでしょ。何バカなこと言って。はあ？そうか。岡部がさっき言ってたことが正しいなら、私とあんたは過去が変えられた記憶はないはず。ダル、お前、フェイリス杯でフェイリスに勝てたのか？わかんない。勝てたらフェイリスの手料理とか言っていたはずだ。それは食べられたのか？手料理とは何だった？Practicing Sesame Dare. Sorry. わかんねえ。しょぼーん。Huh. So we did jump to a different reality, it just didn't change much. But how do we remember then? もしかして過去は変わってないんじゃないの？ちょっとマユシに電話してみる。あ、マユシ、まだバイト中だよね。あのさ、悪いんだけどフェイリスタンはそこにいる？うん、いるんだね。じゃあさ、ちょっと聞いてほしいんだけど、僕ってこの前のフェイリス杯でフェイリスタンに勝ったっけ？負けたっけ？負けた？誰が？フェイリスタンが？僕が？あ、そう。瞬殺？そう。お、わかったお。その様子だと過去は変えられなかったみたいね。なんで？
オカリンは変えられたんしょ。橋田が送った勝つための方法って必勝法じゃないせいじゃない？有利になるってだけで。最終的にフェイリスさんが橋田に勝ったから過去は変わらなかった。そうだけどさ、ゲームの過程は変わるじゃん。たかがその程度ではダイバージェンスは揺らがないということかもな。岡部が言うようにもっと分かりやすく過去が変わったって確かめられる改変にしないと実験の意味がない。あ、いえ、別にこの実験に賛成ってわけじゃないけど。いや、まだだ、まだ終わらんよ。もう一度別のアドバイスを過去の僕に送ってみる。今度はもっと的確にフェリスタンに本気で勝てるようなアドバイスだお。そんなにも勝ちたいのか。むしろそれほどまでにフェイリスの手料理を食べたいのだろう。オカリンの答えでファイナルアンサおそらくな。なんだよ、せっかく素晴らしいアドバイス書いたのに。やむを得ない、実験は明日に持ち越しだ。昨日ホテルに帰ってからずっと考えてた。この電話レンジはどういう原理で時間移動を可能にさせているのか。 LHC と似たことが起きているのだよ。お前は言ったはずだ、 LHC は巨大な電子レンジだと。電子レンジが LHC と同等の機能を持ってたら日本は一家に一台ブラックホールになるわね。それは日本沈没ってレベルじゃねえぞ。セルンがあまりに簡単にカーブラックホールを作ってるように見えるから感覚が麻痺してるけど、
そもそもブラックホールなんて人工的に作れるものじゃないし、とんでもないリスクのある代物だし、家庭の電子レンジがブラックホールを作れると思う方がどうかしてる。一つ言えるのは、電子レンジ単体じゃブラックホールは作れないということ。この電子レンジに何かが干渉して電子を注入してきているのは間違いない。さて、私は帰るから。これ以上むさ苦しい男どもの巣にはいられないんで。また明日、レポートをまとめといてね。マキセ氏の着ていた白衣か。どれ？どれ？ではないバカが！そんなくだらないことをしている暇があったら、明日の実験でどう過去を改変するか考えておけ！Motorbike? ああ、ずいぶん暇そうだな、岡部。おはようございます、オカリンおじさん。俺はおじさんではない。兄様と呼べ。え、お父さん、どうしよう。岡部、おめえうちの娘に何をふざけたことを吹き込んでやがる。教育がなっていないのではないですか、ミスターブラウン。ミスターブラウン、その子が俺のことをおじさん呼ばわりするのを何とかしてください。Insane mad scientist。いいだろ別に、器の小さい野郎だな。なえ、こんな野郎の言うこと聞かなくていいからな。
based Mayushi? なえちゃんにこれあげる。はい、どうぞ。ラボメンが全員集まるのを待っているのだ。オカリンおじさんは暇なの？違うよ、なえちゃん。あのね、オカリンはきっとなんか難しいことを考えてるんだよ。わー、そうなんだ。オカリン、オカリン、この時間だと電話レンジちゃんはビリビリしないんだよね。じゃあね、焼きそばパンをチンしてもいいかな。ドアの部分を取っ払ったから温めるのは無理だ。いや。だったら一緒に食べる？焼きそばパンは冷たいまま食べるとして、ラーメン。湯煎で温められるし、なえちゃんも食べる？ううん、朝ごはん食べてきた。そっか。ラボメンとしての自覚が足りんな。さあな。やる気ないな。聞いたんでしょ？聞いたが、やつの言うことが正しいかわからなくなった。そうなの？どの辺が？そうか、あのバイト選手め、タイターオタか。
てる。グッモーニン。下のバイトと何を話していたんだ？別に大したことは、言いたいことがあるならはっきり言えって。向こうは何と？何も、悔しそうにうなってるだけだった。一体何なのかしら。マキセ氏の人気に嫉妬してるに決まってるじゃん、上皇。本来なら私がラボメンナンバー004になって楽しくみんなと青春する予定だったのに、キー悔しいみたいな。三次元は恐ろしい。ラボメンナンバーなんて好きなだけ譲るけど。なんだと！ラボメンナンバーは某国において数千万円というレートで違法に取引されるほどの貴重な資格なのだぞ。パスポートじゃあるまいし、そもそも某国ってどこだ。おい、バスみんな仲良くいられる方がね、マユシーはいいな。安西先生、フェイリスタンの手料理が食べたいです。諦めたらそこで試合終了だよ。Damn.Let's go ask Mayushi. Mayushi. Mayuri yo. 次はお前に過去を変えてもらおう。え？ Mayushi？ 変えてもいいの？でもね、過去を変えるって何を変えればいいのかな？どうやって？ルカ君にメールを送るとかだよ。もっと簡単で分かりやすいものはないのか？そのラーメン缶を使おう。1時間前のマユリに D メールを送るのだ。今日はおでん缶が食べたいとな。そんな誘導に乗るほど単純なことじゃない気が。わあ、それね、すごくいいかも。
え？今日もね、自動販売機の前で10分くらい迷っちゃったんだよ。おでんかにしようかな、ラーメンかにしようかなって。つまり後押しがあれば、マユリは必然的におでんかを食べたくなるというわけだな。よし、それで行くぞ。うん、わかった。じゃあ過去を変える前にラーメン全部食べとかないと。食べておかないとどうなるの？もったいないもん。あ、そう。あ、そうね。Don't be mean to Mayushi. Mayushi.電話レンジカッコ仮起動。あー、メールまだ遅れてないよ。あー、1秒じゃ放電現象は起きないか。データ通りだけど、貴重な実証データが取れた。これって、例えば事前に暖気みたいなことしたらどうなるん？暖気？つまりさ、1秒じゃ放電現象は起きないわけしよ。だから事前にメールを送らずに30秒ぐらいレンジ動かしとくんだお。その後、間を置かずにタイマー1秒でもう一度動かす。そしたら1秒でも放電現象起きそうじゃね？根拠は？ネス。マユリよ、もっと他に何かないのか？え？じゃあ、昨日買ったおにぎりの具を違うものにするとか。お前は昨日食べたおにぎりの具の種類を覚えているのか？おかか。Starbucks. Wine smells so good and it tastes good.
んだよ。何？いや、しかし。俺だ。ああ、少しばかり迷っている。何？声でわかるだと？かなわないな。電話レンジカッコ仮の実験にシャイニングフィンガーを引き入れるかどうかについて。バカな！あの女を生贄に捧げろというのか？確かに世界に混沌をもたらすためなら犠牲はやむを得ない覚悟だが、いや問題ない。むしろ迷っていた俺が情けない。マッドサイエンティスト失格かもしれんな。ああ、これは俺にとってむしろ典型とも言える申し出。まさにシュタインズゲートの選択となるだろう。エルプサイコングルありがとう。何がだ？別にわがままとは思っていない。むしろお前の申し出にこちらが感謝しているほどだ。で、キリュウ氏はどんなメールを送るつもりなん？俺からの要望としては、過去が変わったかどうか確かめることができるよう、シンプルで分かりやすい内容にしてもらいたい。
内緒だと？どういうことだ？何？どうしたのよ？いや、そういう問題ではなかろう。なるほど。気持ちは分からなくはないけど、これはあくまで実験だと割り切ってデータの収集を優先すべき。ほう、珍しく意見が一致したな、上州よ。別にあんたに同意したわけじゃない。データを収集しないと電話レンジの仕組みがいつまで経っても解明できないって思ったからよ。でもでも、女の子にはね、秘密がいっぱいあるのです。誰にも言えない秘密をね、自分だけに教えろ、ゲヘヘって言ってるのと同じだよ。くわ、まさかこれってセクハラになる？落ち着け、ダル。Calm down。メールの内容にプライベートに深く関わることを書けと強制した覚えはない。私的な内容を送りたいにしても、今はまだ見送るべき。タイムパラドックスの問題も完全に解決されたわけじゃないし、もっと慎重に慎重を重ねないと。私的な内容はNG。 少なくとも非公開にしたいという話は受け入れられないわ。あなたに悪意がなくても、メールの内容次第で時間軸に深刻な影響をもたらすかもしれないんだから。第三者にメールを見せて、その内容について問題ないか吟味すべきよ。俺が言いたいことは全て助手が言ってくれた。そしてそうは言いつつも、我らは実験を中止するつもりはない。あんたの意見を代弁したわけじゃないから、勘違いしないで。そもそも実験においてはプライバシーよりもデータが優先される。被験者になるならその覚悟は必要よ。そうなの？まゆしはね、さっきそんな覚悟せずに送ろうとしてたよ。ごめんね、クリスちゃん。別に謝らなくても。責めてるわけじゃない、一般論を言っただけ。お前はすでにラボメンだ。俺たちを信用してもらわないと困る。プライベートな要件は後日にしてもらおう。もしできないというのならば、お前に見せてやらねばならなくなる。この俺、鳳凰院教魔の中に眠る鳳凰院教魔、まがまがしき狂気の力女。着信履歴ならあるぞ。送信履歴は？ないというと語弊があるな。送信履歴は消えてしまうのだ。